皆さんこんにちは、スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開頑張っていきましょう。今日はヒップのトレーニングをやっていきます。以前にもヒップをしっかりと鍛えていこうという動画を2本お届けしているんですけれども、そこまでは入門者初心者編だと思ってください。今回行うフロアでの筋トレは非常にきついものとなっていますので、一緒に頑張っていきましょう。一口にお尻といっても、筋肉大臀筋、中臀筋、小臀筋と分かれています。主に全体的に広がっている大臀筋、そしてちょっと横の上の方についている中臀筋、今回はこちらの方を鍛えていくとともに、お腹と背中をしっかりとつないでくれる腹横筋というところまで効かせていけたらいいなと思っています。日常動作でもそうなんですけれども、特にダンスにおいて真横にステップしていく、このように移動するのが少し遅くなったり苦手だと感じる人は多いようです。その時に助けてくれる筋肉として中臀筋、そしてボディと下半身をつないでくれる腹横筋、非常に使い方大事になってきますので、こちらを鍛え上げて苦手な動作がないようにしていきたいと思います。スタートする前に簡単でいいのでストレッチをしておくこと、もし時間がない場合などは腹式呼吸でしっかりと体を起こしてあげること、下準備を行ってからスタートしてくださいね。そしてフロアに肘をついたりしますので、もし肘が痛い方はタオルなどを用意するといいかもしれません。それでは3分間みっちりとお尻を鍛え上げていきましょう。スタートです。Everybody just...皆さんお疲れ様でした。やった方は分かると思いますけれども、非常にきつかったと思います。私自身も終わってみて疲労感を感じています。
かなり衰えてしまったなとちょっと反省をするので、これしばらく続けてお尻しっかりと鍛え直したいと思います。さあ、使った筋肉のところを確認していきましょう。やった方は重くなっているのが分かると思います。お尻のこの辺だったりこの辺だったり、横のサイドのところ疲れてると思います。腹筋少し弱い方はこの辺も来てるんじゃないでしょうか。これらが重だるとなっていたら成功だと思ってください。それでは今回5つのメニューに分かれていますが、実際にやっているトレーニングとしては2つだけになります。それでは1つ目のメニューをご紹介していきます。ヒップアブダクションというトレーニングです。まず横になってフロアに寝転がっていただいて、首がね苦しい方はこのように支えていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。大丈夫な方はこのまま支えを作ってバランスが取れるように腕を置いてみてください。足の置き方なんですが、前に足を置くようにしてちょうど全てが90度になるように置いてあげると体を支えやすくなります。そしてこの足なんですけれども、このまま伸ばした状態で足を上げていきますが、とても大事なポイントとして、体を開いた状態で上げてしまうと前の太ももで上げてしまうことになりますので、少し内股にしてくるぶしとかかとの間が天井に向かって上がっていくようにするとお尻に効いてくるようになります。これが1つ目。これを反転していただいて、同じメニューを反対の足でやるのが2つ目のメニューになります。それでは3つ目のメニューになります。フロアプッシュアブダクションという名前になりますが、肘をこのように支えていただきながら、足はこのように折った姿勢になっていただき、これを側面地面につけていきます。しっかりと支えを作っていただいたら、今お尻の横の骨がくっついていると思うんですけれども、少しだけ本当に指が入るかなぐらい上げてキープをしてみてください。この状態から一気に腰を持ち上げていきますと同時に足を開いて上げていきます。これも先ほどと同じく、上げる足をこのように回すのではなく、太ももの側面を高く突き上げるようにしてみてください。そうすることによって、下の押すお尻の筋肉と上に上げてキープする筋肉、これ両方のお尻に効いてくることになります。これが3つ目のメニューになり、4つ目はこれを反対側で姿勢を取り、そして膝と腰を上げていく4つ目のメニューになります。さあ、最後5つ目のメニューになります。これはダンスで応用できるように、フロアでしっかりとお尻を使えるようになろうということを目標にしています。最終的なポジションは手のひらをついたフロアプッシュアブダクションと同じ形になるんですが、足を閉じたらお尻をついていただき、お尻でコロコロと回り反対まで行きます。しっかり支えを作っていただき、しっかりと突き上げていく。そして閉じてからコロコロ、スッ、コロコロ、スッということで、右のお尻から左のお尻に連動させて使えるようにしていくことが目的になっています。正面からもお見せしましょう。少し体育座りのような形になって、少し上体は後ろめにしておくとやりやすいと思います。このままコロコロします。コロコロしてバランスが取れたところで、しっかりとお腹、お尻を使って上げていく。コロコロをして上げていく。コロコロ上げる。コロコロ上げる。これが慣れてきたら、コロコロを鋭くし、上げるところまでしっかりとやるようにしてみてください。さあ、以上でトレーニング内容のご説明は終わりになりますが、これらの筋肉を鍛え上げていくと姿勢維持にもかなり役に立つと思いますので、反り腰の方や猫背の方はお尻の筋肉をグッと入れることによって、かなり姿勢を維持するのも楽になるはずです。そして腹横筋というところを鍛えることによって、腰痛から身を守ることにもつながっていくので、ぜひね、痛みのない方や少し強度の高いトレーニングをしたいなという方は、こちらのトレーニングおすすめです。また最近ジャズのトレーニングで単重というのをご紹介しているんですけれども、後ろに足を運ぶ際にお尻の筋肉必須になってきます。ということは、ヒップホップでも足を後ろに上げるときはかなりお尻の筋肉を使ってるよねということになるので、ぜひテクニックでも利用できて、そして美しいヒップになるようにトレーニングを重ねてみてください。スペースアートダンス TV では、ダンスレクチャー動画はもちろんのこと、このように筋トレやストレッチなど皆様の私生活にもお役に立てる動画を作っています。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次回もヒップのトレーニングになります。ヒップリフトといって、寝っ転がって仰向けになった状態でお尻を鍛え上げていきます。こちらも強度が高いので、ぜひ中級者、上級者の方、そして初心者の方でもステップアップしたい方は、一緒にトレーニングしていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もありがとうございました。